コレートプラネットの5分ラジオ、チョコプラのラ。どうもチョコレートプラネット佐藤です。松尾です。さあ始まりましたチョコレートプラネットの5分ラジオ、チョコプラのラ、はい、5月27日ですけれどもね、もうね、まあちょっと緩くなってきたんですかね、規制も各ところどころでは。まあなんすかね、東京はでもまだ31日までですよね。ああなるほど、うん、だからまあ一応はまあまだ、うん、でもやっぱちょっと人増えてるような気するよね、街中。うん、なんかさ、新宿とか渋谷はさ、そう、そんないないの。結局自分のあの住んでる街でみんな活動してるんだよ。だからなんか中野とか下北沢とか、なんかそこら辺多いのよ、めちゃくちゃ、うん、なんかニュースやさ、吉祥寺あの 元通りに戻ったみたいな。そうでしょ、だから、うん、なんかもう主要都心部はなんか結局店もそんなやってないから、うん、そうなんだよ、ね、映画館とかもやってないし、だから結構人そんな来てもしょうがないっていうかね。でもその周りは結構やってるよね、なんか、うん、そうそう、だからそうだよね、家の周りに用事を作っていってるんだ。そう、だから俺もなんか仕事で物作る、最近もう仕事物作るやつばっかりだからさ、うん、もう依頼がもう本当にこれ、まあ不要不急じゃなくて本当にホームセンター結構行ってたんですけど、うん、でもう結構人並んで入場規制とかかかったもん。あ、そんな、うん、だからすごいな、うん、すごい。いやでもそうだよ、もう。まあでももうやっぱもう集中力なくなってくるよね、さすが。やっぱ人間だし、うん、もうなんかいろんなものをさ、うん、なんか映画っていうかドラマとか見たりするけどさ、うん、もうそんなのも飽きてきたじゃん、もう。もうそんなのも飽きてきた。もう、うん、もうどんだけ面白いドラマがあってもさ、うん、なんかもう見る気にならないんだよね、もう。うん、もうだから俺もあのもうエイリアン映画が大好きなんですけど、うん、あのもうスタッフの解説見出してますもん。そう、メイキングを見出してますもん、もう全部。うん、メイキングがもう3時間ぐらいあるのよ、しかも、うん、それ見てんのよ。でも意外と楽しい。いよいよ、こんなことあったんだっつって、うん、うん、いよいよだね。いよいよ、本当に。本当、俺は本当今日いよいよだと思ったのは、うん、このいつも映像を撮ってくれてる、うん、竹川君って、うんうんうん、もう本当に VTR も作ってくれて、いろいろ多分、うん、まあこうなってもいろいろやることあるはずなのに、うん、パン作り始めたって聞いて、あ、やばいね、やばいね。もうなんか映像ディレクターがパン作り出してやっばいだよ、もう、もう許さないと思ってコロナのこと。これは許せないですね、もうみんなそうなってくる、やっぱり。どこに技術を生み出そうとしてるね、また新しい、うん、やっぱみんななんか作ったりするんだね、うん、結局ね。そうだね、うん、俺めっちゃだから俺も仕事になっちゃってるから、もうそれが。そうでしょ、うん、わかるわ、なんか、うん、なんか料理するなんかやっぱもうみんな当たり前になってくる。料理なんてもうベタ中のベタじゃない。そうでしょ、うん、やっぱもうするもんね、普通にね。するする、余裕でするよ、うんうん、スーパーとかもすげえ。ちょっとなんかえ本格的。いや、マジパンじゃん、マジパン。ほら、マジパン本仕込みよこれ。マジパン本仕込みしちゃってるよ、もうこれ。ほら、やっぱそうなってくんだよ、みんな。あー、やばいよ、うん、ベーコン入れちゃって。ベーコンエピみたいな。すごいね、ベーコン入れ始めたらもういよいよですよ。すごいよ。で、俺ちょっと痩せたと思わへん。あー、なんか食わへんようになってんな。あー、でもなんかもう、うん、逆転するやん。わかる。だからその飯がさ、もうなんかずっとなんかダラダラしてるからさ、もう食わへんまま夜になっちゃって、お腹減らなくなるし。そうそう、ほんで夜一食食って終わりみたいな、うん、なんか逆に太りそうなのか、なんか逆に痩せてきてんだよ、なんか、うん、いや多分そういう人もいるだろうね、うんうん、外で食ってた。だからそうだね、そうだから弁当食わなくなったもんね。そうなの、うん、だからロケ弁があるのよね、だからテレビあったら。そうそうそう、そのロケ弁がなくなったからさ、なんかお腹減ってないでつまんじゃったりとかさ。そうそうそう、そういうのがあるじゃん。まあ、しょうがない、食うか。だからいい弁当とかあるじゃん。そう、お気に入りの、うん、お気に入り、うわー、さっき食ったけどお前
さっきキザン食ったのに今回トリキューみたいな。まただよこれ。